川の下流域の天石地に生息する。水面の直上部までは出現するが、水から離れて出歩くことはまずない石巻。貝。学名クリサンレトロピカタスは、アマオブネガイメアマオブネガイカに分類される巻貝の一種。西太平洋沿岸に分布する淡水、気水性の巻貝である。両側海夕方の生活史を持つ。貝殻は、アマオブネガイ類に共通した半球型で、貝は、 拡張2 5トルに達する。ラトーは最高4階だが、拡張部がカルシウム用に乏しい河川水によって侵食され、ボロボロになる。2センチメートルほどの老生個体では、体操の実になることも珍しくない。拡張面は縁のない緑褐色の殻側に覆われ、細かい三角形の半紋が並ぶ。この三角半は一辺の実が太いので、同族のカノコガイシーフェイバと、 区別できる。幼貝は、淡い色体ガニから3本出たり三角半が明瞭に出現したりもするが、生害はこれらの模様も目立たなくなり、色彩変異は乏しい。角下面は、高褐色緑褐色で、D 字型の唐口周辺には、カツ層があるが、海産種や広口化のコネリジナイ SP ほどは広がらない。唐口奥は青白い。蓋は、石灰質で、 炭鉱褐色だが、外縁に赤い角質が露出し赤く縁取られたように見える。西太平洋沿岸の熱帯、温帯域に分布し、日本では本州中部以南の南日本で見られる。生外は、淡水、気水性だが、両側回遊をするため小河川や離島の川でも見られる。溶体や生態は、河川の中流から川口域にかけて生息し、岩盤、天石、 コンクリート五岸に付着する。同じト賀のカノコ貝や広口カノコに比べて、淡水の影響が強い区域に多く、被水域のみならず、純淡水域にも進出する。また、水から遠く離れて出歩くことはなく、潮が引いた、川口域では、水が残った身を筋や、天石下に集まる。産地によっては高密度で生息することがある。岩石表面を這い 岩石に付着した微細藻類などの微生物が形成するバイオフィルムを施設で削り取って接触する。淡水域ではカワニナなどとともにゲンジボタルやヘーケボタルの幼虫に捕食される。生態は春から夏にかけて交尾し、メスは交尾後に岩石やタコ体の殻表に直径1から2ミリメートル程度、扁平なドーム状、紅白色の乱能を産み付ける。 卵農の中には100個余りの卵が入っている。孵化したベリジャー妖精は海に流れ下り、植物プランクトンを接触しつつ、長期の浮遊生活に入る。十分成長したベリジャー妖精は、河川の寄水域に遡上、着底後変態して幼いとなる。幼いは、高褐色で、模様も明瞭だが成長するにつれ黒みが増し模様が、目立たなくなる。成長しながら、 河口を十数キロメートル遡上したあたりの淡水域まで分布を広げるため、一般的には河川の上流に行くにつれ大型個体の割合が増える。干渉魚水槽の美観を損ねる、草類除去、いわゆるコケ取り用のタンクメイトとして盛んに利用されている。ただし両側海遊の生活史を営むため、一般家庭での飼育下における繁殖は困難である。 南日本の河川下流域で広く見られる回ではあるが、河川回収などの影響で、個体数が減少する場合がある。日本の環境省レッドリストには掲載されていない。ものの、旧府県のレッドリストで、絶滅危惧種として掲載されている。黒田徳兵衛、安部忠茂、大山葛生物学ご研究所編、相模湾さん。 カイルイ1971年丸前 ISBN46 億2 1 0万1千2177ハーベタダシゲ監修学研中高生図鑑千九1975年奥谷隆史編日本近海産海類図鑑二千2000年東海大学出版会 ISBN9 兆7844億8601万4065ハット AB 鹿児島の自然を記録する 改変、川の生き物図鑑鹿児島の水火から2002年、南方新車 ISBN4 億9313万7669、X ハット AB 三浦智之、日型の生き物図鑑2007年、南方新車 ISBN9 兆7848億6124万1390、図鑑修正版日本のレッドデータ検索システム、石巻外。ありがとうございます。